やあ、せつなケースだよ。アリスメア、整理の時間がやってまいりました。名探偵のアレンです。どいつが怪しいかって感じかな、これもしかして。まあ怪しい B やけどな、俺。なんで殺されたか知らんような素振り言おうくせにナイフで刺したって分かったんかっつう話で。あと、こいつもちょっと怪しいよな。引きずられてここまで運ばれるなんて、あの、足跡大きいからきっと男の人ねって。なんかこれも怪しいよな。でもヒント少なすぎんへん。少なすぎひん。あと、もしかして。あとんこれ、人を殺すなんて憎たらしいことだ。行こうか。あとったもしかして。え、あとったごめんよ。ブレーゴと言えばいいよ。なぜ僕がいろいろ知っているか？ここに来たことがあるからさ。何も変わってないな。僕はあの時からずっと。なんで会っとったんかが全然わからんけどね。てかこれ先進んでいい、行っていいんだ。犯人よ。なんでそれで会っとったか全然正直。当てずっぽうというか、まあ根拠はあるんやけど、それで会っとんかっていう答えのやつが欲しいよな。答えのなんでかっていう理由のところが欲しいよな。本当に的中したんかな、俺。やっちまったな、すごいな、俺。確かに B は確かに怪しいもんな。なんで死んだことを知らんかったくせに、なんでナイフで刺されたんか知っとんか、なんで知っとんじゃって話やな。ナイフで刺されたこと。説明が悪いけど。へんてこだろ、その本。でも、たくさんの人に読まれた。僕が書いたんだ。名前は僕の友達だけどね。へえ、お前が書いたんじゃ。読ませてもらおうかな。俺結構さ、ライトノベルとかの批判で有名な読者なんですけど。そうさ、嫌いだ。前にも何度も言ったけど。名前自体は素敵だと思う。僕の先生がつけてくれた。先生。その名前に見合えない自分がすごく嫌いなんだ。ほう。別に自信を持っていけばいいと思うよ。自分は見かけるんだ。なんかすごいまがまがしい部屋にたどり着いたんですけど。塗りつぶされていて読めない。誰の部屋だこれは。ここでお別れだ。僕の世界だ。その扉は今の僕の世界。こんなにもちっぽけだ。まだ縛られてるんだろう。開いたよ。どうしてこうなったんだろうね。君は頭がいいからわかるかな。知らんわ。もし答えがわかったら教えてくれ、アレン君。重大な責務を負わされた気分です。知りませんよ、そんなこと。こんなところに鍵がかかっとる。なんでこんなところなんだ。なんかあるんこれ。まだなんかやるんかい。もう鍵いいやん、もう。謎結構解いたやん。まだ戻ってし、嘘。あ、こんなところに日記帳あったわ。これじゃ。家を買った。とは言っても、元は施設だったところだ。僕には広すぎるな。しかも迷ってしまいそうだ。またクリフにお世話になってしまった。今度改めてお礼に行こうと思う。元施設ってあたりが先生なんかなって感じやな、これの書いた人は。今日一人の女の子を迎える。数日前火事が起きた家の付近で発見。どうやらその家にいた夫婦の娘さんらしい。私以外にもう一人いると強く訴えてくる。
彼女にはもう一つ人格があるようだ。家具や生活用具を二つずつ与えた。あ、これレティで、レティが私以外にももう一人いるって言ったのはリックのことやね。どうするべきか悩んだが、研究すべき対象がこうして見つかった。預かることにした。研究すべき対象にしてんのか先生。個人を研究すべき対象にしてる。何してんの先生。俺ら研究対象だったのか。じきじき T ウイルスとかそういう怪しいもん投与してどうなるか見たかったとかそういうタイプか。マッドサイエンティストなんか先生。今のところ発症の兆しはない。発症言ったぞ。発症言ってしまった。ウイルス系かこれ。二人目の女の子を迎える。3日前にもらった手紙にそれまでのことがことを細かに記されていた。いろいろあったためか以前のような明るさはなくなり、自分とはあまり話をしてくれそうにない。これはチェルシーのことかな。最初は明るかったって言ったもんな。もう一人のことは少しではあるが楽しそうに話をしていた。ゆっくりとだが、こちらも話ができるように行動していこう。今のところ発症の兆しはない。だから発症ってなんだ。3人目、男の子を迎える。これはジョシュアやね。話をいただいた時は驚いたが、母親の様子からこちらに引き取ることを決めた。よく喋るが、その言動は支離滅裂としている。支離滅裂やって。前2人が女の子だけなので少し気まずそうだったが、数日経った今では普通に遊んだりしている。今日は3回ほどカエルを頭に乗せられた。3回もか。カエル乗せられたって。先生好きだらけやな。少しやんちゃが過ぎるところがあるな。今のところ発症の兆しはないとか言うな。4人目、女の子を迎える。森の奥にある町から歩いてきたようだ。聞けば最近新しく出てきた謎の病で話題に上がっているところだった。どうやら町は全滅してしまったらしい。嘘。これステラのことやな。ステラのおった町そんなやばいところだった。ラクシティ的な。この子には耐性があったのだろうか。少し興味はあるが、今はしていることとは関係がない。女の子もその話はしたがらないようだ。そうだろうな。なかなか会話が難しい。他の子とはあまり接することがなく、自室でよくピアノを弾いている。死んでるような感覚がする的なこと言おったもんな。どの子も発症の可能性は大きくあり、しかしなかなかその前兆は現れない。そもそも前兆などあるのだろうが、あの時はどうだったっけ。頭痛がしてきた。一旦止めよう。数ページ分破り取られている。5人目の子供を迎える。あの事件の時この子は外に出かけていたそうだ。事件のショックからか記憶喪失だと彼は言う。アレンのことじゃ。てか事件って何。事件の時外に出かけていたって。なん、アリスメア裏で何かの事件が起きたタイプのゲームなんか。え、何これ。一目見て驚いた。直感ではあるが、この子は発症寸前だろう。ええ、アレン発症寸前。何の病気か知らんけどさ、注意深く観察していくことにする。そんなに観察されてたの。あれから2つの季節を過ごした。僕は何をやっているんだろう。まだ胸がこけるような感覚に襲われる。あの日の光景が勝手に再生される。これは、ああそうか、もうすぐだ、きっと終わる。頭が痛い。ごめんね、フィオナ。フィオナって誰だよ。髪切れが挟まっとって手帳の切れ端。気がつけばいつもの世界。あの子は今日もお休みをしたままだ。僕はたくさんの人をバツバツした。でも僕がバツバツされることはない。どうしてだろう。ああもっとたくさんバツバツさなければいけないのだろうが。でももう悪いやつはいない。僕の周りにはいい人しかいない。猫は悪いやつしか
バズバズしてはいけないという。どれが正しいのか僕にはわからない。何も知らない。ただひたすら僕はバズバズされるために人をバズバズそうと思うとしている。何の話やねん。鍵が開いた。よっしゃ、突入じゃ。突入。すごい散らかってる。誰がいる。これ先生じゃん。アレン君、ここに君がいるということは猫はやっぱり信用できないな。本当に君たちは約束を破るが得意だね。まったく困るよ。ごめんなさい先生、ちょっと散歩してたらこんなとこに迷い込んだんです。絶対嘘やこんなん。その鍵のナイフ、それを先生に渡してくれないか。今すぐにだ。早く。わかりましたよ先生。そんなに怒鳴らないでください。いい英語だ。え、先生、先生、母、痛くなんかないじゃないか。先生、何してんの。痛そうにしてるじゃないですか。血めっちゃ出てますよ。これで終わるよ、この悪い夢がね。え、そうだな、最後だ。僕の話を聞いてくれるかい。先生、喋らないでください。先生、血が流れてます。止血しないと。僕はね、世界は初めてじゃない。前にもここに来たことがあるんだ。先生、喋っちゃダメです。ナイトメア症候群、本や新聞をよく読むなら君なら一度は聞いたことがあると思う。先生、そういうナイトメアなんちゃらっていう期間でもいいですよ。喋らないでください。眠りから覚めず、そのまま魂を失ってしまう病気だ。魂を失ってしまう、まあ、もしかして魂を失うっていうのはこの世界に来て謎解きして失敗した時に魂を取っちゃうぞみたいなこと言ったけど、もしかしてそれ。原因は不明だと言われているが、心を深く闇に閉ざし苦しんでいる子供が発症するんだと僕は思う。気づいたかな。表向きでは心を深く傷つけた行き場のない子供を引き取り傷を癒し生活をさせる。裏ではこの病気を発症する可能性のある子を観察し研究をする。嫌な気持ちにさせてしまったね。ごめんね。どうしてもこの夢を世界を壊したい。僕は世界で大事な人を目の前で失った。フィオナさんですか。もしかしてフィオナさんって方ですか。あの時からずっと他のことなんて考えなかった。僕のわがままだ。だから君が来た時はすごく驚いたな。もしかしてと思ってたが、あの時の僕に似ていたからかもしれない。君を少し不幸にすればすぐに発症したんだと思う。でもできなかった。そのうちに僕の扉が開いてしまった。僕一人が来るはずだった。発症寸前の君たちの分も取り込んでしまい、入り口が大きくなってしまったみたいだ。ここでいろいろ試してみてもけど、どれもダメだったよ。でーん。ああ、扉を開いたのはアレン君だが、君は何も悪くない。全部僕のせいだ。大丈夫。大丈夫。大丈夫。ほら、これは僕の夢だ。僕の世界だ。弱さを作りすぎてしまった。気がつけば抱えきれず溢れてしまっていた。だから僕は終わらせなければいけないんだ。あの子のためにも。僕は頭が悪いからな。あの子にもよく言われたな。長く研究してたけど全部ダメだったみたいだ。これあげるよ。ロケットペンダント。イエー。なぜロケットなんだ。君が一番欲しがってたものあげられなかったしね。もしかして麻雀セットのこと。パート1で言ったパート1だったか覚えてないけど、欲しいものないかいって聞いた時に言った麻雀セットのこと覚えててくれたの。やっはー。残念だったけどこのロケットペンダントもかっこいいから許す。僕は与えられなかったから、それがどういうものなのかわからないんだ。ごめんね。
何もないならここから作っていけばいい。君には素敵な友達が周りにいるじゃないか。ゆっくりでいいんだ。アレン君は頭がいいから大丈夫だよ。そうだな、僕は超えても大人だからそいつらには加えないだろう。こっちでどうにかするさ。連絡先にクリフという人の番号がある。クリフ、そういやそんな名前言おったな。クリフってあれ待てよ、なんかどっかで聞いたぞ。本当に誰だったっけな。僕の名前を言えばあとは君たちをちゃんと助けてくれるから。あ、もしかしてあの一旦戻った時におったアダリアネンの人か。もしかしてクリフって僕のただ一人の友達だよ。とてもいいやつだ。大丈夫。わあ僕のことは忘れてくれ。そうすれば僕みたいにまたここに来ることはなくなる。先生、おやすみアレン君。先生、手帳の切れ端を手に入れた。どうして僕がバツバツされないのか。あの時バツバツせたと思っていたけど、きっと僕はバツバツすることなんてできていなかったのだろう。だって僕はバツバツ仕方を知らないのだから。これからどうしよう。すべて失った。何もない。ああすごく眠い。バツバツして、誰か僕をバツバツしてくれ。なんじゃこれ。先生、何これ、何の音。ナイトミア症候群か。元の世界に戻ってきた。元の世界に何があった。みんなは大丈夫。みんな、ああレッティ、リック無事なん。黙っているんじゃねえよ。チェルシー、黙ってんじゃねえよ。お前も、あいつもか。お前はいつもか黙っとうタイプやな。お前は喋れよ。いつも通り喋れよ。お前さ、みんな喋らない、喋らない。そう、みんな喋らんのか。はい、先生、先生おるん。先生、先生、先生おるやん。生きるやん。先生大丈夫か。反応がない。先生、綺麗な顔をしている。おやすみ先生。先生、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 これ絶対言ってるエンドじゃない。先生が生き残る道だってあるはずだ。誰かを犠牲しなくてもよかった道だけであるんだ。っていうか、な、ナイトミア症候群を止める術はなかったのか、乗っ取ったのか知らんけど。あんこともあるけど、多分これはトゥルーエンドじゃない。そう信じたい。先生は死なない。そうだよ、僕らの先生なんだよ。とか言ってみたい。というわけで、まさかの最終回だったね。アリスメア。多分これ、トゥルーじゃないな。トゥルーエンドじゃないな。多分トゥルーエンドじゃない。絶対これはトゥルーエンドみたいね。みたいんですけど、一旦ここでアリスメアの実験は完結させていただきます。まあ2週目実況するか分かりませんが、する時が来たらその時までお願いします。ただしすると決めてもすぐには2週目という感じはしませんね。何かしら1本か2本フリーゲームの実況、新しいやつを挟んでからちょっと間を置いて2週目って感じになると思います。まあやるかは分かりませんけどね。2週目、ご要望次第ってとこかな。めっちゃたくさんの人から2週目やってください、お願いしますって、何人も人かな来てくれたらやるかなって感じです。アリスメア最近再生回数落ちてるからな、2週目なんか重要なさそうだなってそう思っております。だからもっと再生回数を稼いでください。
めっちゃいやらしい言い方やってる。まあそれは冗談として、まあ2週目やるかどうかはとりあえず視聴者さんのご要望次第ってことにしとこう。たくさんの人から2週目希望のコメントをくださったらやるかな、そんな感じがします。2週目やるときは攻略ソイドガン見しながらやるんで、その時はよろしくお願いします。というわけでアリスメア先生、エンディングお休み。というわけで今回はこの辺でエンディングお休み。これを後でちょっと攻略サイトを見て、これが何番目のエンディングなのか、本当にトゥルーじゃないのか、トゥルーじゃないならトゥルーはどんなやつなのかっていうちょっと攻略サイトを見ていきたいと思います。というわけで次のパートは結構先になると思います。まあやるかもわかりませんけどね。というわけでそれまでアリスメアは永遠なり、お疲れ様です。というわけで週上げバイバイ。アレンはまた帰ってくるかもしれません。